はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、クライマックスシリーズファーストステージです。はい、ロッテ戦ですね。うん、でロッテ戦は全てバッターで出たいなと、うん、思ってます。はい、でそれ終わって、でソフトバンク戦の初戦にピッチャーとして出ようかなという計画ではあります。はい、どこでどう来るか分かりません。よし、まあ3番でいいでしょう。 OK です。オッケーだよね。大丈夫だね。よし。勝たないとね。うん。で、あ、そっか。もう、一応レギュラーシーズン終わったから、二刀流企画の成績はもう確定されたのか。はい、一応目標としてた成績は動画の概要欄には記載しています。はい、どうしようかな。全部終わってから発表にしよっか。うん、こういう成績でしたっていうのは、というよりまあ だいたいね、うん、こんなもんだろうっていうのはもう、うん、わざわざ言うこともなく伝わってるとは思うんですけど、今まで見てくれてた人は、うん、というより前回の動画を見てくれれば大体分かっちゃうかなって感じなんですけど。札幌ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ出場権をかけた戦い。よっしゃ、飛んでくんなよ。マジで俺ポカすっかんな。いや、飛んでこい、あえて飛んでこい、どんと来い。打ちました。これはどうか。センター掴んでワンアウト。よし。いやー、危ない危ない、いい感じです。あら、1点取られてんじゃん。バッターボックス大谷、うん、もうここでね、だいたい数字が分かっちゃったと思うんですけど。よし、ツーアウトになっています。先発ピッチャー成瀬、そしてキャッチャーは里崎。このバッテリーを痛烈切りました。ファールボールです。ああ、2球目打ちました。井口が抑えて3アウトチェンジです。いや、いいよ、よくはないけど仕方ないよ、まだオープニングだから。吉川頼む、マジで。いやー、ランナーいる状態で打ちたいな。初球ストライク。いやー、まあまあ、そうかいそうかいそうかい、ストライクですか。外、これは外れます。高め、ストライク。塁に出よう。ワンボールツーストライクです。そうすれば翔さんがどうにかしてくれるよ。スライダー外れます。打ちました。オッケー、ナイバッチ。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー、1点ずつ返していこう。本当に1点だしね。お、いいじゃないですか、チャンスじゃないですか。どうしようかな、強振解こうかな。さっきミートバッティングにした途端にもうパコンって打ってたからね、綺麗に。いや、強振だったら西さん、同点のチャンスに打順だ。オッケー、誰だ誰だ、あれ分かんない、一塁ランナー誰か分かんない。帰れないか。ファイターズ。さあ、自らのバットで同点。三十何番とかだったよね。西川って背番号何番だ。
ちょっとわかんねえな。ほう。もうちょっと点差ある時じゃないと俺は守備やりたくないよ。本当に。うん、心底言ってるこれ。さあここでマリーンズダイソーを送ります。得点圏にランナーを置いて、まあダイソーとかだったら関係ないかんね。もうバッター勝負でしょこれは。低めのボール打った、これは大きいぞ。よくやった翔さん、俺ならきっと取ってない。同点は許しませんでした。先ほどのプレーです。ふう、ドキドキするぜ。もうちょっと点欲しいな。よし、バッターボックス。まだやっぱなるね。ランナーありません。おっしゃ。初球は際どいところに来ました。ストライクです。いやー無理だ。高い打球ライトへ。岡田が抑えて3アウトチェンジです。だっせ、見た、今入ってなかったぜ。壁にバチンって当たってた。てか今の球、球場が球場だったら入ってたね。んあれ俺はライト里芸になってる。あ、守備交代したのね。うん、正解だよ栗山、それでいいよ。俺すごぶる下手だからでしょ。日本ハムファイターズが僅差で勝利を収めました。まあね、なんだってボールをね追えないっていうね決定的な弱点があるからね。お、どうした。よし、やりました、勝ちましたよ。よっしゃ、勝ってもうファイナル進出決めましょうね。よし、決めたいな、勝ちたいね。いやまあマサルさんの調子がね絶好調だったから、まあ、そこまで大崩れして点取られることはないと信じたい。ただマサルさんね能力低いんだよね。なんかシーズン中にもちょこちょこ能力下がってたし、うん。読み込みが遅い。札幌ドームには大観衆が。いやーなんかプレステ3の限界をねだいぶ感じてるよ今俺は。よっしゃ、どんと来い。打ちました、取りました、一塁送球アウト、ワンアウトです。いやー、やることないな、全然ライト飛ばしてこないんだもん。よし、一塁に陽か西川でしょ。バッターは3番大谷。どうする、エンドランでもかけますか。ヒットでバッターを一塁に置いています。初球はボールになりました。変化球入りません、ボール先行です。どうしたどうした。ストライクが入りません。ここを見送ってよく、これは入るんじゃないかな。仕事しないもんねうちの4番。3番バッターワンアウトランナー3塁です。絶対1点取ってる。サニさん追加点が欲しい展開。ここは、ね、はい、打った
高く上がった。はい。サードランナーホームイン。余裕ですよ。犠牲フライぐらい。頑張れ。お、一二塁でしょ。誰だろう。誰がいるの。大野、佐藤健、陽大館、西川かのどれかかだよね、きっと。ツーアウトだ。あ、陽と西川ね。オッケー、任せて。アウトコース、ストレートが決まっています。気をつけろよ。下手したらヒット1本で2点入るぞ。2球目打ちました。ライトに大きな打球。ライト下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。三塁よかった。本塁タッチは。あ、そうですか、そうですか、そうですか。リプレイでご覧いただきましょう。まあ井口がナイススローイングだったんじゃないですか。ちょっとでもそれれば言ってんだからね。あんなの。6回でしょ。ここで点取って5点差にしたらバッターボックス、ほぼ決まるぞ。アウトコース見送っています。切れんな。下がっていく、下がっていく。うわ、打球伸びて低めの球外れています。変化球。うわー、マジかよ、マジかよ。あ、ダメ、ごめん。バッターライトへ打球伸びる。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ちょっとさ、あんまり走んなくていい感じの、ライトのライトフライを上げてくれませんかね。際どいが、あっとフォアボールです。お、来そう、ブラゼル来そう。タイミングずらしました。空振り三振。試合終了。よっしゃ、今日は見事な完封で白星を挙げました。すっきりしない感じなのはなぜだろう。なんか守備で働いてないせいだろうね。いや、今日とりあえずね、あれですよ。うん。ファイナル進出は、できました。うん。いや、よかった。ね、できなかったらちょっと寒いもんね。ロッテって、クライマックスやたら強いイメージあんだよね。ちょっと何年だかのやつか忘れたけど、下克上で行ったじゃない、日本シリーズ。そのイメージがね、ちょっと強すぎてね。よし、よっしゃ、やりました。あさっての、あさってね、15日ね。 OK です。はい。え、向こうってどっち勝ったんだろう。まあいいか、まあ楽しみにしよう。よし、そんじゃ今回はここで終わろうと思います。そんじゃあります、バイバイ。